フアナ一世、フアナ一世は、ナバラ女王及び、シャンパーニュ女博。シャンパーニュ博としてはジャンヌ、エンリケ一世とその日ブランカの一人娘。後に、フランス王フィリップ四世の王妃となった。1274年、不ーエンリケ一世の死去により、王位と白位を継承した。幼少だったので母親が摂政として、政務を取ったが、幼い女王に、女性の摂政。 さらに相続人の少なさといった点が、ナバラ内外の対立勢力に付け込まれることとなった。そこで、母子は、フランス王フィリップ三世に非合を求めた。1284年8月16日にフアナは、王太子フィリップと結婚して、共同統治を行い、以後およそ半世紀にわたって、ナバラとフランスは、同訓連合となった。フィリップとの間に、ルイ、フィリップ、シャルル、 イザベルらを設けた。1305年にフアナは死去、セーヌサガンのコルドリエ修道院に埋葬された。フアナの死因はその状況が不可解なものだったため、フィリップ四世によって暗殺されたのだと主張する、歴史家もいる。ありがとうございます。